オートバイは NSU MAX。サイドカーはバイワーゲン製のもの。サイドカーオートバイとしてはオーソドックスな組み合わせのうちの一つ。貨物運搬用の側車付き自転車サイドカーあるいは、側車とは、オートバイや自転車などの二輪車の横にもう一輪の車台を取り付けた変速的な三輪車、あるいはその横に取り付ける部分のことを言う。競技用のものは一体型。 四輪自動車がまだ高価で一般大衆に高値の花であった時オートバイや自転車は実用的で手軽な足として使われていたしかしそれらは大きな荷物を運ぶに適さずまた安全に他人数が登場することもできなかったそこでオートバイや自転車の横にもう一輪の車台を取り付けたサイドカーが考案されたサイドカーの発祥は 中級世紀初頭のヨーロッパである。当初、サイドカーは、スリーホイーラーとも呼ばれ、現在のトライクに相当する三輪オートバイのような、ものが原型で、利便性と荷物の過半性などをオートバイとして、追求した結果、現在知られる形に落ち着いた。その後、メジャーな存在になるにつれて、サイドカーに豪華な馬車風の屋根付き側車を付けたものが、登場したり、 トラックの荷台のようなものやコンテナを積んだものも登場した。家族でドライブやピクニックに行く光景や商売でたくさんの荷物を運送する光景、側車が露店屋台になっているものなどが日常の光景として見られるようになり、その利用形態を色々と試行されながら発展していった。第一次世界大戦から第二次世界大戦初期にサイドカーは 軍用車両として多数が配備された。特にナチスドイツは第一次大戦敗戦後のベルサイユ条約とバイマル共和制の影響でそれまで軍事利用可能な車両の生産に規制があったため軍用四輪自動車が慢性的に不足していた。この不足を補うために生産コストが安く3名の兵員を輸送できるサイドカーを積極的に採用し偵察や 兵員輸送に用いた。BMW R71 型や、BMW R75 型、z ン n d a p KS750 型という構成に名を、残すいくつかの名車を生み、ソビエト連邦でも BMW のコピーであるイムズ M72 が生産された。しかしその後、大量生産できる軍用四輪自動車が登場し、戦後はそれらの生産技術が、 民主に転用されて安価な近代四輪自動車が一般大衆市場に出回るようになりサイドカー需要は大幅に縮小していった。日本においては1937年に始まる日中戦争時に中国戦線に側車部隊が投入されたが未舗装道路が多いためにうまく運用できずサイドカーに対する印象は良くなかった。 第二次世界大戦終戦後は GHQ により1950年頃まで四輪自家用車の製造が規制されていたため規制が比較的緩かったミ輪自動車やサイドカーが安価な国民の乗り物として一気に普及しサイドカーは非常にポピュラーな乗り物として日本中にサイドカーを製造するメーカーがあった GHQ の規制撤廃後は四輪自家用車 特に軽自動車の製造の機運が一気に高まり、諸外国同様にサイドカー市場は一気に縮小し、現在に至っている。日本語でオートバイのことを単車と呼ぶが、それは戦後間もない頃はサイドカーは現在よりももっと一般的であり、サイドカーが付いていないオートバイを区別して呼んだ名残である。日本などの先進国においては、 サイドカーに日常生活的実用性を求める、需要は大幅に縮小したが、独特の操縦性や希少性といった、趣味性の高い乗り物としての人気は根強く、愛好家は少なくない。大きく分けて、側車部分を外して走行できるか否中かで分けることができ、日本では、放置上の扱いが大きく異なる。一般に、オートバイの左右どちらかの横にもう一輪の車輪を、 配置するフレームを取り付けて乗車できる構造や荷物を積載できる構造とされている。乗車用の構造のことを船あるいはカーと呼びオートバイの右側に船があるものを右カーと呼び左側にあるものを左カーと呼ぶ。船を取り付ける側は一般に右側通行の国ではバイクの右、左側通行の国ではバイクの左である。対してオートバイを 本社と呼ぶ。また、サイドカーが付いていない状態のオートバイを、ソロ、または、単車と呼ぶこともある。ただし、船を外して、単車として走行するためには、各部のバランスを再調整しなければならない。現存する市販の二輪駆動サイドカーの一つ、ウラル一般にサイドトライク、サイドトライカーと言われる、オートバイの車体とサイドカーのそれぞれが独立した。 構造ではなく、全体を一つの車体として、設計としたものもあり、代表的な車種として、ドイツのクラウザードマニなどが挙げられる。未舗装路などでの走行を考慮して、側車の車輪も駆動させるものもあり、常に、側車も駆動する、フルタイム型と任意に駆動を断絶できる、パートタイム型が存在する。代表的な車種として、ロシアのウラルギアアップ750などが挙げられる。 パートタイム型のサイドカーの場合は、ディファレンシャルギアは、装備されていないため、デフなしとも呼ばれ、サイドカーの中では、不正値を走行する能力が高いが、乾燥した、舗装路などで二輪駆動のまま走行すると駆動系の、部品に過大な負担がかかる。フルタイム型の場合は、ディファレンシャルギアが装備されていて、舗装路での駆動系への負担は軽減されるが、 不正値を走行する能力もパートタイム型に比べると若干劣る。オートバイのフロントサスペンションとして一般的に採用されているテレスコピックフォークは横方向の荷重に対して不利な構造であるがサイドカーは旋回時にバンクできないためフォークに横方向へ大きな荷重がかかる。テレスコピックフォークに大きな横荷重が加わると サスペンションの伸縮に大きな抵抗が発生して、路面の凹凸による衝撃が吸収されにくくなり、前輪が跳ねるような挙動を示す。この現象は、ホッピングとも呼ばれ、事故につながる危険性が高い。また、制動時には、本社と側車の重量により、前輪にかかる荷重が単車よりも大きくなる傾向に、あるサイドカーでは、車体が前のめりになる。 ノーズダイブが大きくなり、挙動が不安定となる。ホッピングやノーズダイブを解消するために、サイドカーには、アールズフォークが用いられる例も多い。アールズフォークは、英国のアーネスト・アールズによる発明で、前輪の後方に回転軸を持つ、リーディングリンクフォークの一種である。前後左右への荷重を、サスペンションリンケージが受け持つことで、高い横荷重を受けた場合でも、 スムーズにサスペンションが伸縮できる。また、リーディングアームの回転軸が前輪の軸より高い位置にあることで、制動時にはノーズダイブとは逆にフロントフォークが伸びる方向に荷重がかかる。サイドカーは本社のステアリングが持つ自己直進性と側車の走行抵抗によって発生するよう、モーメントとが拮抗し、しばしば要回転振動を発生する。 この振動周期が、車体の溶感性モーメントが持つ固有振動数と一致すると共振によって走行が困難になる場合がある。ステアリングダンパーによって、ステアリング軸のフれを減衰することで、共振の発生を抑えられる。近代の車種では、設計や加工技術が進んだことで、フレームは、単車として必要十分な強度を持たせて、軽量化しているが、 側車を取り付ける強度までは確保されていない場合が多い。そのために追加のフレームで補強する場合が多い。サイドカーは単車よりも小回りが効かないため切り返しなどで交代する機会も多い。しかし、単車よりも重いサイドカーを人力で交代させることは時間がかかり困難な場合も多い。そのため本車のトランスミッションにリバースギアを取り付けたものも 珍しくない。あるいは、大型のバッテリーと、ガワリーを駆動するモーターを搭載して、モーターの力で交代するものもある。一体型のサイドカーだと交代機構はあっても、おおむねオプション装備。一般的なオートバイ用タイヤは車体をバンクさせる、ことを前提に、断面が円形に近い形状で作られているが、サイドカーは車体をバンクさせないため、 トレッドの中央のみが設置してタイヤの性能や寿命を活かせない場合が多い。このため旧来から平坦なトレッドを持つサイドカー専用タイヤが製造、発売されている。しかし現在の日本国内では入手が難しく価格も高い。またサイズラインナップも少なく近代の日本車には対応できていない。自動車用のタイヤを用いる例もしばしばある。 サイドカーは左右非対称の乗り物であるため右旋回と左旋回で旋回特性の差が大きく直進でも加速や減速で大きな要モーメントが発生し他の乗り物とは異なる特性を持つ側車の重心による影響を受けて加速時は側車側へ減速時は側車のない側へ車体が向かおうとする要モーメントが発生する特に 前輪ブレーキのみで減速すると本社の重心が前輪に対して側車寄りに動き、要モーメントを増幅する。逆に後輪ブレーキで減速すると本社の重心は後輪に対して側車とは反対の方向に動き、要モーメントを相殺する傾向になる。駆動輪やブレーキが側車にもあると、この傾向は緩和する。単車のオートバイは車体。 すなわち車軸を傾けることで、ジャイロ効果による、用モーメントも利用できるが、サイドカーは四輪自動車と同様に前輪の打角で発生するよう、モーメントだけで旋回する。しかし四輪自動車とは異なり、前述のように加減速でも、用モーメントが発生するため旋回中に加減速を行うと旋回特性に大きな影響を受けやすい。 こうした加減速によるモーメントを積極的に利用して、タイミング次第でスピンターンのような展開も可能である。また、一般的な四輪自動車よりも臨居に対する重心高が高いため、遠心力を受けて内側の車輪が浮く場合もある。側車側に旋回する場合は、比較的簡単に側車が浮き上がり、回復不能な場合は転覆事故につながる。 本社側に旋回する場合は比較的安定しているが本社の後輪が受けば操縦不能になり極端な場合は前転事故につながるこうした特性に対処するために本社の乗員が自身の重心をカーブの内側の低い位置に移動させる姿勢を取る姿を見ることができるサイドカーレースでは側車の乗員も車上で大きく 姿勢を変えながら旋回する姿が見られる。あるいは、あらかじめ側車に砂袋やコンクリートブロックなどの支示を積んで対処する方法も見られる。側車輪も駆動する二輪駆動のものは加減速による旋回特性への影響も小さくなるが、パートタイム方式のものはディファレンシャルギアが装備されていないので、二輪駆動での走行中は、 旋回時に駆動輪の内技により駆動抵抗が発生する。摩擦係数の高い路面ではタイヤを摩耗を早めたり、駆動軸の継ぎ手や軸受けが痛みやすくなる。四輪自動車が高価であったり、政治的な理由で入手が困難な一部の国では、市民の実用的な交通手段としてサイドカーが利用されている。フィリピンではサイドカーを利用したタクシーも運行されている。 軍隊や警察組織などでは、四輪自動車よりも小回りの利く、機動性と、単車のオートバイよりも高い運搬性能が着目され、石膏用や用心車両警護用などとして採用される例は、古くから存在する。レース用、ニーラーサイドカー元クロス用、サイドカーサイドカーを使った、モータースポーツも存在する。一般に、オートバイの操縦者は、 ライダーと呼ばれるが、モータースポーツ用サイドカーは必ず二名乗車で、競技が行われるため、操縦者をドライバー、同乗者をパッセンジャーと区別して呼ぶ。フィムスーパーサイド世界選手権では操縦者にライダーの故障を用いている。サイドカーを用いるモータースポーツでは、コーナリングの際にパッセンジャーの体重移動が通過速度に大きく影響し、ドライバーと パッセンジャーそれぞれが高い技術を持っていることのみならず、2名の呼吸がうまく合っていることが競技の好成績に直結する。カー側のブレーキをパッセンジャーが操作することもある。ロードレースに相当する競技は、ニーラーと呼ばれる非常に車高が低い特殊なサイドカーを使って行われる。ニーラーはオートバイとサイドカーがフレームやカウルなども含めて一体で、 デザインされたものとなっている。通常のオートバイとは異なり、ドライバー及びパッセンジャーのいずれもが膝で体重を支えるような乗車姿勢をとる。ニーラーという名称は、その乗車姿勢から、膝まずくを意味する英語の動詞ニールに由来している。トップクラスでは、ドライバー席がエンジン前方にある。モトクロスに相当する、サイドカークロス、エンデューロに相当する、 エンデューロサイドカー、トライアルに相当する、サイドカートライアル、スーパーモタードに相当する、スーパーサイダー、スピードウェイに相当する、サイドカースピードウェイがある。これらのカテゴリーにおける競技者は、ニーラーに比べてオートバイの原型を残している。排気量 50cc、または、定格出力 600w を超えるものを対象とする。以下いずれの場合でも、側車に、 複数の車輪があるものも、一定の条件下で、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に定義され、側車付け二輪自動車、または、三輪自動車となる。側車部分を外して走行できる構造の、モノクドリ輪が本社にあり、側車部分を外しても走行できる構造のものは、道路運送車両法において、側車付け二輪自動車として扱われる。 側車を取り外し、または、再度取り付けて、行動を運行する場合には、車両法上の車格が変化する場合もあり、その場合都度、ナンバープレートを取得、登録し直さなければならない。250cc 以下、車長2 5ル以下、幅1 3ル以下かつ高さ2 0 0ル以下の、ものは、側車付け計2輪で、 検査対象外系自動車となり車検は不要。それ以外の側車付け二輪自動車は、側車付けオートバイで小型自動車となり、車検が必要である。高速自動車国道及び自動車専用道路も通行可能である。公道で運転するには、本車の排気量、または定格出力に応じた自動二輪免許が必要であり、乗車する全員にヘルメットの着用義務がある。 交通法の交通規制上は、本社の排気量、または、定格出力により区分される。オートバイの二人乗りについては、規制対象となる運転免許歴であったり、二人乗り禁止の道路標識がある場合であっても、二人以上乗車定員以下まで乗車可能である。乗車定員は、車検証、保安基準適合表証、または、 軽自動車届出済証に記載された人数となる。側車部分を外して走行できない構造の、物側車部分を外して走行できない構造であって三輪の、物のは、基本的には、道路運送車両法において、三輪自動車の扱いとなる。ただし、道路運送車両の保安基準の細目を定める、国時第1条、第2条により、 次のものは、例外として、側車付二輪自動車として扱われる。よって、次の区分により、車格が定まる。いずれの場合でも高速自動車、国道及び自動車、専用道路は、通行可能である。運転免許については、車両法とは、全く異なった要件で区分され、すなわち、特定二輪車に該当せず、かつ、 側車部分を外して走行できない構造である場合には、交通法上、未割以上の自動車とされる。臨居、車服の広いトライクサイドカー等の免許区分図設3輪以上の自動車とされる場合には、車格に応じた普通免許などが必要となる。ヘルメットの着用する必要はない。シートベルトが保安基準で設備されている場合には装着する必要がある。 乗車定員は、車検証、保安基準適合表証、または、軽自動車届出済証に記載された人数となる。原付2種にサイドカーを付けたものここでは、側車部分を外して走行できる構造であり、かつ本社が、第2種原動機付き自転車、すなわち、排気量 50cc 超から 125cc、または600ワット超から 1kW であるものを、 対象として述べる。この場合、側車を取り付けると、道路運送車両法において原動機付き自転車では、なく、側車付け二輪自動車として扱われる。側車を取り外し、または、再度取り付けて、行動を運行する場合には、車両法上の車格が変化するため、その都度、ナンバープレートを取得、登録し直さなければならない。車長2.5メートル以下。 1> 幅1.3メートル以下かつ高さ2.00メートル以下のものは、側車付け軽二輪で、検査対象外系自動車となり、車検は不要。それ以外の側車付け二輪自動車は、側車付けオートバイで、小型自動車となり、車検が必要である。以上より、高速自動車国道及び自動車専用道路も、法律上は、通行可能である。 ただし50から 125cc 角では出力を呼び、車体強度が不足する場合もある。特に乗車積載10車で、対面通行の高速自動車国道の本線車道であって、途半車線がないもの等の上り坂等で、時速 50km に、または最低速度制限のある自動車専用道路の上り坂等で、その最低速度に達しない速度しか出せない場合には、 通行できない。また、道路標識の小二輪は小型自動二輪車及び原動機付き自転車でありこれは本社に適用されるため小二輪を通行を止め対象としている一般道路は通行できない。公道で運転するには本社の小型限定 AT 小型限定以上の二輪免許が必要であり乗車する全員にヘルメットの着用義務がある。 オートバイの二人乗りについては、規制対象となる運転免許歴であったり、二人乗り禁止の道路標識がある場合であっても、二人以上乗車定員以下まで乗車可能である。乗車定員は、車検証、保安基準適合表証、または、軽自動車届出済証に記載された人数となる。原動機が、排気量 50cc 以下、または、 定格出力600ワット以下のものは、側車付き2輪、または3輪以上のいずれであっても、車両法上は、第一種原動機付き自転車扱いとなる。この場合、側車部分を外して走行できる構造化そうでないかは、無関係である。なお、道路運送車両法の保安基準から、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2メートルを超えることはできない。 側車の有無にかかわらず、原付規格であるためナンバー取得は自治体役所等となる。ただし税区分及び課税標識の色や形式区分は自治体によっても異なり、さらに側車の有無や仕様によっても税区分が異なる場合があるため、側車を取り付け取り外しした場合の扱いは自治体に確認する必要がある。車両法上限付きであるため、 高速自動車国道及び自動車専用道路は通行できない。道路交通法上の扱いについては以下の通りとなる。原付扱いである場合には原付免許で運転でき、乗車定員は1名、法定速度は時速3 0トルのまま、ヘルメット着用義務あり、原動機付き自転車の2段階右折適用である。積載重量制限は、 単車と変わらず 30kg 以下である。なおミニカー扱いの場合については、同項目を参照のこと。自転車にサイドカーを付けた場合は、以下の規制となる。他詳細は、軽車両を参照のこと。サイドカートレーラーは、サイドカーを備えたオートバイ等にトレーラーを連結して、積載力を高めた運用である。法令的には日本においても可能である。ありがとうございます。